ぐしゃぐしゃになった車体。衝突死亡事故の加害者の車です。運転していたのは当時19歳だった元少年。事故を起こした時には時速194キロを出していました。こちらが被害者の車。やはり原形をとどめていません。乗っていたのは小柳健さん。出血性ショックで死亡しました。事故発生からおよそ4時間が経ちましたが、現場にはまだ車1台が残されています。このように前方は原形をとどめないほど大破しています。現場となったのは大分市内の一般道。右折しようとした小柳さんの車に法定速度60キロの3倍以上という猛スピードで直進してきた元少年の車が激突したのです。爆弾が落ちてきたんじゃないかって思われるぐらいの車の状況で、シートベルトはきちっとされてたんですけれど、それもちぎれて、で車の車体の天井部分が剥がれて、そこの部分から、弟は飛び出して、で外に、後続車の前に目の前に落ちてきたという状況って伺っています。事故から2ヶ月後、大分県警は危険運転致死容疑で元少年を書類送検します。しかしさらに1年3ヶ月後、危険運転致死罪での起訴を見送り、自動車運転過失致死罪で起訴したとの連絡が電話でありました。小柳さんの姉が会見を開き、大分地検が危険運転致死罪での起訴を見送ったと明らかにしました。194キロって危険じゃないですかって言っても、普通の人の感覚では危険だと思うと。だけど法の危険運転致死罪の危険とは違うっておっしゃったんですよ。そしたら何キロだったら危険なのかなって。大分地検が適用した罪名は過失運転致死。危険運転致死罪の最高刑は懲役20年ですが、過失運転致死罪では懲役7年。全く重さが違います。どれだけスピードが出るのかを見るためにアクセルを踏み続けたこと、そしてその結果起こした事故が不注意による過失犯とは思えません。大分地検の次席検事は捜査の結果、危険運転致死の立証には至らなかったと説明。危険運転で起訴できない理由について、担当の検察官は小柳さんの姉にこう話したそうです。加害者は衝突するまでまっすぐ走れている。例えばカーブを曲がりきれなかったというのなら危険運転の証拠になるが、直線道路での走行を制御できていたということになるので危険運転には当たらない。一体どういうことなのでしょうか。危険運転致死傷罪が適用される要件の一つが、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為です。この進行を制御することが困難な高速度のハードルが非常に高く設定されていると、福岡大学の小西亮太教授は指摘します。危険運転致死傷罪を作った際には刑の乱用を戒めるというような形で、単に速度が制限速度をはるかに超えているというだけではそれを認定できない形にあえてしている。具体的には大分地検の検察官が説明したように、どんな高速度であったとしても直線道路をまっすぐに走れていた場合には
制御が困難だったと認定されにくいというのです。道路から逸脱するとか、カーブ曲がりきれずはみ出ちゃうとか、その高速度によってその運転を制御できなくなる、そういうことなので、単にスピードの出し過ぎによって事故が起きましたの場合には要件には当てはまらないと。現場となった交差点、小柳さんの車はここを右折しようとして向こうから来た元少年の車に衝突されました。実際に右折してみました。右折します。はい、1、2、3、4、5、6、だいたい6秒ぐらいですね。右折しきるのに6秒程度かかります。法定速度は60キロなので、対向車が百数十メートル離れていたらドライバーは右折の判断をするでしょう。今度は加害者側の目線です。信号が見えてきましたが、これが、事故のあった交差点、右折車は今曲がっていきましたね。また曲がっていきました。まだ100メートル近くありますかね、今ので、ね、実はこの道路、中央分離帯に植栽があり、対向車線が見えにくくなっています。あそこの交差点なんですけれども、はい、右折の車はちょっと見えにくいですかね。見えにくいですね。注意しない。こう、この木が生い茂ってるから、スッと来るのがあるから要注意です。直線とはいえ、この道路でスピードを出すのは要注意だと地元の運転士が指摘するのです。一般道は信号がきちっとあって、交差点があって、横断歩道だってあってっていう道路の中で194でまっすぐ走ることが、危険運転指針に持っていけないという、もう理由がわからないですね。納得がいかない遺族たちは、上級庁である福岡高検や最高検に危険運転致死罪を適用するよう求める上申書を提出。さらに、あれはいけないと思う。あれは、あんなスピードでね、やってね、あれはもう全く厳罰ですよ。そうですよね。厳罰に処せんとダメ。地検の判断は間違ってます。間違ってます。皆さん、同じように私と同じ気持ちでいてくれるっていうのが、もうすごく今日もですけど、伝わって、なので、それを、その思いを、大分地検にしっかりもう持っていきたいなと思ってます。小柳さんの姉と共に署名活動を行う人の中には、署名を集めています、署名にご協力ください。井上郁美さん、1999年東名高速道路上で起きた飲酒運転のトラックによる追突炎上事故で娘2人を亡くしました。井上さんらは悪質な交通事故への厳罰化を求め署名活動を展開。事故から2年後の危険運転致死傷罪創設につながりました。その危険運転致死傷罪がうまく運用されていないことに、井上さんはもどかしい思いを抱いています。結局各地の検察庁がなかなかその法律をこう潔く使ってくれていないというふうなことに遺族が苦しめられている。100メートルをわずか2秒弱で走り抜ける猛スピード。時速194キロというのは、
本当に制御が困難な高速度ではないのでしょうか。小西教授は大分地検の判断に疑問を投げかけます。本来検察の判断というのは、必要な時にはやっぱり起訴を行う。で、これが罪に、本当に罪に問えないのかということをやっぱりこう裁判の場で問うていって、それに対して裁判所はこう判断をしたというものがあって初めてそれが議論できるわけですけど、それがない。つまり時速194キロが制御困難な高速度に当たるかどうか、まずは危険運転致死罪で起訴をして裁判の場で問うべきだというのです。解釈の幅を広げて、あるいはそれに必要な証拠を固めて問うていくということがやっぱりこうないと、この規定は生きてこない、そういうことなのかなというふうに思います。死亡した小柳さんの姉は、大分地検が事故の十分な検証を行ったのか疑問を抱いています。検察官には、加害者の視野は高速度によりどれほど狭くなっていたのか、弟から見てどのくらいの光が見えていたのか、いろいろと疑問をぶつけましたが、そのような検証は全くしていないようでした。それでも井上さんは今後の展開について期待を持っています。もし危険運転致死罪が訴因が変更されて裁判が、真っ当な裁判が開かれたら、ほらやっぱり法定速度の3倍も超えるような速度を出して事故を起こしたら、いくらなんでも危険運転だよというふうに、一般市民の感覚と裁判所とか法律家の感覚が少しこう近づくかな。この裁判はそういった意味でも大きな意味を持つと思ってます。最後でいいんじゃないかなって思うぐらいの気持ちでやっておりますので。